リクの皆さん、おはようございます。マーメイド自称マーメイドの久美です。今回のユーは何しにケアンズへは、学生ビザにて、ケアンズへ留学中のスペシャルゲストの方にインタビューさせていただきます。ケアンズ留学をしてみたい、ケアンズライフについて興味があるそこのユー、ぜひ見てみてください。それではレッツゴー。本日のスペシャルゲストはスタイル抜群、リオナちゃんです。カモン、こんにちは。こんにちは、リオナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。顔がちっちゃくて小顔で、ね、私下がろうかな。いや、ちょっと前に出て。では早速なんですけど、今のビザの種類を教えてください。はい、学生ビザで。学生ビザ、はい、もう最初から。そうですね、学生ビザで来る予定で、学校も1年間通う予定で、ケアンズに来ました。1年間、はい、もちろん学生ビザで最初に来られる方ももちろんいるけど、ワーキングホリデーではなく学生ビザで滞在しようと思った理由とかは。そうですね、私あんまり何かを始めるときにあんまりそんな考えないって行動するタイプで、学生ビザとワーホリビザを比較したときに、なんか全く英語を喋れない状態で、例えばワーホリできて4ヶ月だけ学校行ってその後働くって考えたら、ああ絶対喋れないだろうなって思って、だったらまず1年間学生としてあの英語を習って、ちょっとはまあ下地をつけてからワーキングホリデーとかをしたらいいんじゃないかなっていう考えで、最初はもう学生ビザにしようと思って決めました。ちなみにあのその滞在先というか留学先にオーストラリアを選んだ理由と、このケアンズを選んだ理由は。オーストラリアを調べた時に、私寒いのが嫌いで、それでオーストラリア、シドニー、気温とかで調べて、え、寒ってなって、で、ケアンズ、え、ずっとあったかいじゃんってなって、一年中とこなって、そう、一年中あったかいから、あ、ケアンズにしようみたいな、もう全然考えてないです。でも気候は大切だよね。そうですね。私もあの寒いところは結構苦手で、で、ね、今ちょっとね、あの時期的に今ちょうど、6月末 ?7月末か。少し朝と夜とかは気温が低くてね、私たちもちょっと今長袖を着てます、てるけど、日中はね、日中はもうキャミソールでも十分、ね、うん、その差がちょっとね、朝と夜のあるけれども、寒暖差だけで、留学する予定、もともといつ来る予定で。もともとは2年前の4月に来る予定だったんですけど、ちょうど私のフライトの日の2週間前に、あのコロナで海外に行けなくなっちゃってもうどこにも行けないみたいになっちゃって、ちょうど本当その時、そうですね、本当2週間前にエージェントさんから連絡が来て、もう行けないってなって2年待ちです。2年越しの、それまでにね、お金貯めたりとか準備したりとか、なんかもう一瞬本当に、ああ何しようってなりました。なんか、その時はまだ2年かかると思ってなくて、コロナも始まったばっかだったんで、あと数ヶ月で、まあ半年経てばいけるだろう、で半年経っていけない、まああと半年いけない、これいつまでどのぐらいの量なんか分からない。コロナはもうどんどん変異してったんで、なんかえ、これっていつ開くんだろうって思って、絶望的だなって思って、来るまでの2年間はちょっと気持ちも落ちたりとかもあったんですけど、でもなんかもう開き直って、まあお金もちょっと貯めてたし、ちょっと使っちゃおうと思って楽しめなきゃと思って、素晴らしい。そうで使ったんで、働かなきゃと思って、今またこっちでバイトを見つけて働いてるんですけどね。やっぱね、そういう方が結構多いと思う、ね、いや多いと思います。学校の友達、1年前に来る予定だったけど、コロナの影響で伸びてとかっていう子もいて、全みんなの予定が、そうね、予定通りにね、来れた子はあんまり聞いたことないかもしれない、まあ、でもようやく来れて来れました。はい、ありがとうございます。で、今3ヶ月目、そうですね、3ヶ月終わろうとします。あ、じゃあ4ヶ月目に入り、はい、ではケアンズに約4ヶ月、まあ、滞在してきて、ケアンズのいい点と何かもし困った点があれば。あ、いい点は、やっぱ天気、
と、まあ、気温がいいのと、うん、気持ちがやっぱり日本東京に5年ぐらい住んでたんですけど、うん、別物すぎて、うん、生活スタイルも違うし、うん、なんかストレスがゼロですね、うん、なんかこっち来てから満員電車もないじゃないですか、うんうん、そこ大きいよね人もいないし車通りも少ないし、うんうんうんのんびりでなんかせかせかしてる人がいないっていう、うんうんうん、で自分も結構せっかちな性格なんですけど、うん、こっち来てから本当にせっかちイライラみたいなのがなくなって、うんうん、あなんかめちゃくちゃ合ってるなみたいな、すごいリラックスして生活できてるなっていうので、うんうん、こっち来てから一回も帰りたいなって思ったことがないんです。ホームシックにはまだ一回もなったことないんです。本当にこの合ってたのね、合ってるんだと思います、ね、うん、まあ、暖かい気候っていうのもそうだし、そうですね、ケアンズの人も人が優しいですね、うん、逆に困った点は、困った点はお店が早く閉まるので学校終わりダッシュで行かないうんうん、うん、何も買えないんですよ、うんうん、スーパーしか 夜までやってないから、うんね、9時までから、そうなんですよ、うん、なんかあ家のものなんかストックとかなくなりそうだから買わなきゃっていう時に、うんうん、ちょっと友達と喋ったりとかしてあ買わなきゃって言っても大きい商業施設行っても閉まってる、閉まってるからやんだあるある、カフェとかもそうだよね、カフェだって2時ぐらいに閉まっちゃう、2時ぐらいに閉まっちゃうし、そうそうそう、で夜まで結構空いてるお店って言ったらもうクラブっていうか、そう本当にクラブバーうんうん、うん、ビリヤードみたいな本当そんな感じでしたね、うん、あとお惣菜とかって日本に比べてないですよね、うん、お弁当みたいなのがなくて買いに行ったりとかしても高いから、うん、学生なのでみんなシェアハウスとか、うん、みんな朝一生懸命ランチ作って持ってきてみたいな、うん、でもそれも楽しいんですけどね、なんかこの年になって今学生してて、うんうんうん、そういうなんか学校の学校生活みたいなのすごい楽しくて、うん、がいい思い出になるなと思って今過ごしてます。ちょうど今実はりょうなちゃんが、通われている、学校で撮影させてもらってるんだけど、ですけど CCEB について語学学校の生活についてなんか教えてもらってもいいですか。まず CCEB の立地がめちゃくちゃ良くて、うんうんうん、ケアンズの中でもかなりシティの中心にあるので、うんうん、学校終わりとかみんなでラグーン行ったりとか、うん、ビーチバレーしたりとか、うんうん、無料でできるところバーベキューしたりとか、うんうん、みんなでその後お酒飲んだりっていうのができるから、うんうん、場所はめちゃくちゃいいなと思います、うんうん、ケアンズセントラルショッピングセンターがすぐ近くでね、みんな歩いてランチ買いに行ったりとか、ね、してるもんね。あとスタッフさんとか、うんうん、その先生がめちゃくちゃ優しいのと、うんうん、すごいポジティブな先生が多くて、うんうん、マインド、うん、が疲れないのと、うん、あ、喋れるようになるかもみたいな、そのモチベーションが下がらないようにしてくれてる気がします、うん、なんかみんな優しいし、うん、学校のみんな、うん、生徒たちもめちゃくちゃいい人たちで、うんうん、あマジでサンキューとか思いながらめっちゃサンキューみたいなマジありがとうとか思いながらずっと生きてます。本当になんか語学学校の本当にいい点って、例えば一人で最初に来て誰も友達がいないとか知り合いがいない中でも友達が増えるし、あの学校だけじゃなくなんか外で喋ることによって英語が全然喋る英語違うから、やっぱりその授業中とかでも、うん、そのディスカッションとかもあるんですけど、うん、今やってる勉強の英語を喋るけど、うん、例えばお酒飲みに行ったりとか、うん、バレエしたりとか、うん、全然違う英語を喋るから、ね、あこういう風にこういう英語を使うんだとか、うん、っていうのはやっぱり上のクラスの子たちと遊び行ったりとかすると余計学べます、うん、そういうスピーキングを実際の会話を通して学べるっていうのもあるよね、はい。まあ、最後にもし何か今後、ワーホリでも、ね、留学でもケアンズに来てみたいっていう方に何かメッセージがあればお願いします、はい。来てしまえばもう何とでもなるし、うん、友達も絶対できるし、うん、本当になんとかなるんですよね。一回来てみてって言いたいです。本当に一回なんかまずビザ取ろうって感じです、うん、ビザ取ってみて来てみて無理だったら帰ればいいし、うん、そうやって後悔した方が、うん、やらないよりは、うんね、やらないと何も学べないじゃないですか、うん、何も進まない。
ない、何も進まないし、うん、失敗してもそれがまた次につながるじゃないですか、うん、とりあえずビザとフライト予約しとくとか、うんうん、来たらなんとかなります。本当に、うん、助けてくれる人とかね、いっぱいいます。本当にいるし、うん、コミュニティもね、ありました、うん、あるし、うん、迷ってる方はぜひ You can't に来てもらったよね。はい、では、はい、本日は抜群の学生ビザで滞在中のリオナさんにインタビューさせていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。